パーシー・ヒースは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州出身のジャズの、ベース奏者。テナー・サックス奏者のジミー・ヒース、ドラマーのアルバート・ヒースは兄弟である。ノースカロライナ州ウィルミントンに生まれ、子供時代を、ペンシルベニア州フィラデルフィアで過ごす。父は、クラリネット奏者、母は、教会の合唱隊に所属していた。8歳でバイオリンを始める。 1944年には軍隊に入隊する。除隊後、グラノフ音楽学校に入学し、間もなく、ジャズクラブで演奏を始める。1940年代後半に、ニューヨークに移り住むと、パーシーと弟のジミーは、ディジーガレスピーのビッグバンドに参加する。このビッグバンドのメンバー、ジョン・ルイス、ケニー・クラーク、ミルト、ジャクソン、レイ・ブラウンが後に、 MJQ として知られるグループを結成するが、1952年に、レイ・ブラウンが MJQ を抜けると、代わりに、パーシー・ヒースがベーシストとして加入。パーシー・ヒースはそれ以来1993年の MJQ の最後のレコーディングまで、MJQ のベーシストとして活動した。1975年に、兄弟のジミー・ヒース、アルバート・ヒース、 ピアニストのスタンリー・カウエルと共にヒース・ブラザーズを結成、活動する。2003年には初のリーダー作、ラブソングを録音する。2005年4月28日、骨肉種のため死去。ありがとうございます。